ありがとうございます。こんにちは、だるま森です。よろしくね。初めての方はごめんなさい。だるま森のご飯係のエリコです。よろしくお願いいたします。ペナペナとした満月様がぺったりこーんと夜空に張り付く今日は、その横に狼好きもぺったりこーんと張り付くへんてこない夜。この顛末は第1話月豆団子だるま森の一番最後の場面でございまして、今日はその場面から始まる新たな出来事の顛末。どうぞ最後までごゆるりと。森の連中は、こらお月さん二つも浮いて、おもろいなあ、お月見しよう言うて宴会の真っ最中やがな、もうわて一人寂しいなあ、わおーわおー。いやいや、なんや森の広場で誰か出てきたぞ。キツネ弁当でっちゃーん、キツネ弁当こーてんか、キツネ弁当でっしー言うてね、うちのお母さんに言われてお弁当売りに来たけども、こんな真夜中に誰が買いに来るもんかいな。キツネ弁当でっちゃーこーてんか、おいしょませ、キツネ弁当こーてんか。やっぱり誰の原因は、もうお母さん鼻から言うことがもう無茶ぶり。もうほんまにもう、こんな小さい子供にこんな真夜中まで仕事させて、ほんまにもう怖い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 。キツネのお母さん言うたらもうこの世の中で一番怖いねんな。キツネ弁当で、あー眠、ちょっとここで居眠りしたら、クックルリーノクルクル、クックルリーノクルクル、ドロリンド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 ン。ういういチャラン、チャカチャカチャン、チャンチャンってか、チャンチャランカチャンチャランカチャンチャカチャンと来た、あチャンチャランカチャンチャランチャチャンチャンチャンと。あらもうほんまにもう、誰やこんなとこに大きな大きな穴掘ってんのは、ほんまにもう、また悪いガキどもが落とし穴掘ってんな。まあおっちゃんもな、ちょっと酔っ払うてるけどもな。いやー、月見の宴会やったわな。お月さんが二つも浮いてるよって、みんなもう大はしゃぎ大はしゃぎ。チャラーンチャカチャカスッチャーチャイダカカ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 。
誰じゃこんなところに寝てんのがほんまにもう酔っ払うて寝てんのちゃうかほんまにもうおっちゃん膝打ったから一体なほんまに誰じゃ誰じゃ誰じゃあああらら何じゃいなこれこれまた大きなおにぎりさんがおってるやないかいなおにぎりさんおにぎりさんあんたも酔っ払うてこんなとこ寝てたら風邪いきますぜ早いこと帰りなはりゃおっちゃん酔っ払うてまんねんからいやおにぎりさんやないかいな恋しそうなおにぎりやないかいな、お酒の後のおにぎりっちゅうのがまたこらおいしいもんでな、なかなか誰もおれへんようやしほなちょっといただきまよかへえ大丈夫やなマッシュ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 痛い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 マッシュマッシュマッシュ痛い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 マッシュ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 痛い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 おっちゃん、おっちゃん何かな、何かな、君誰いえいえ、お弁当売ってる小狐でございますけどもおっちゃん、おっちゃん何かな、何かな弁当好転か、狐弁当好転か狐弁当って、なんじゃいなきつね弁当と申すんはあんのやんかほんとやんま白いぬりたらきまわったキンキンキンきつねのまっすぐりまんまくぐりひっくり並べてほうえてあわかせそれをこの場でくっくりとくるんできつね弁当のにきやんがんりこれこれこれこぎつねくん、こぎつねくん何かな、何かないや、何かねやないかなそのけったいな歌で、そら一体なんやいなあ、もうきつね弁当のコマーシャルソングですがなコマーシャルソング言うたかてわけわからんがないや最近の大人はもうこの物分かりが悪いちゅうか、なんちゅうかね何を言うてんねんそういう大人さんのためにね、こういう看板作ってきましたもう一生懸命作ってきましてんで、ね、はい、どうぞなんじゃなんじゃこれは。はあ、快感やな。さようさよう。どれどれどれ。きつね。ぶ。こきつねくん、このぶてなんや。ああ、それぶやのってね、べがちょっとこうしゃっちょこだってますので、にぇんにぇんやー言うてこう、おとなしに寝かしつけといてから。べと呼んでほしいな、おっちゃんな。あ、これ、べがしゃっちょこなってんの。さようさよう。けったいな字書きなはんねん、あんたもな。これまたこのむーは、この長いむーやな。それちょっと筆が滑った。あ、筆が滑ったむかいな。ちゃんと書かなあかんで、あんたもな。とう、お、じ、はあ、皆さん聞きなはりましたかいな狐といえどもバカにできまへんでおじいさんおばあさんを大切にしてお弁当を作るとこういう精神なわけやな小狐くんあいやそうやのってねそれいいよちょっと書き忘れたんでちっちゃにして掘り込んどいたおいしいつで呼んでもうたら嬉しいなあこれいい書き忘れて掘り込んだんかいなさようさよう何をやってんねんな、ま、ちゃんと書かなあかんじゃんたなものありますこれ最後のこの汚い絵は何やな何が汚い絵ですねそれ狐さんマークですがな狐が作りましたちゅう証拠でなはぁ、あ、ほなまあ最初からゆっくり読ましてもらうと狐べーんーどー
しいものあります。水辺さんマーク。ははー、撤退な看板やな。お茶お茶お茶、それはともかくこの狐弁当好転か、にゃ、好転好転好転、これも何かのご縁で。いやいや、狐言うたらな、昔から人を化かすとは言われたもんじゃ。なあ、そう簡単に信用するわけにはいかんな。おっちゃん、古いな。何が古いねん。もう最近の狐は人様を化かしませんの。この前もね、いや正直もいや言うて表彰されたとこでんがな。はあ、えらいな。誰から表彰された？浦山のタヌキから。何言うてんの。タヌキも人化かすね。あかんあかんあかん、そう簡単には買うわけがいかんぞ。いやいや、そんなこと言わんと、おっちゃん。わたいね、実を言うと、キツネのお母さんに言われて売りに来てますね。一つでもこれ売らんと、帰ったらもう怖い怖い怒られますがな。おっちゃんこうて、おっちゃんこうて、おっちゃんこうて、な、この可愛い子キツネ助けると思うて、にゃー。はぁ、そんな怖いの、キツネのお母さん。怖い怖い、世の中で一番怖いのがキツネのお母さんでっせ。はぁ、いや、こうてやらんわけにもないけどもな。はぁ、キツネくん、あ、ほな、ここでちょっと味見しようか。いや、せやからね、ここでやるから、ここでちょっと味見しようかって言ってんの。あの、味見言うたら、ひょっとして、あの、ただで、あの、それ食べてしまうかっていうことですか？何を言うてんねんな、ひょっとせんでも、ただで一つ食べようかっていう。飽きまへん。いや、君はな、まだ若い。な、このことを分かってないさか。よーっちゃんの話を聞くねんで。おっちゃんがここで味見するわな。おいしいなぁと思うやろ。おいしゃません。そうやろ。そしたら一つお土産に買うて帰ってやな。森のみんなに行こう。おーい森のみんな、おっちゃん帰ったで。ほらほら、お土産や。これちょっと一口ずつやけども食べてみ。え、なんやて、知らんのかいな。え、森の広場で売っているキツネ弁当ちゅうねんがな、おいしかったで。一口ずつ、どうや、おいしいやろ言うたら、森のみんなが、あー、おいしいな、おっちゃん、おいしゃますなって言うやろがな。そしたら、さあ、みんなも明日の朝1番で買いに行かんとすぐ売り切れるでな。パーッと行って買うてくんねんで。ええか言うて、おっちゃんが森のみんなに言うやろがな。そしたら、明日の朝のこっちゃ、森の奥の方からみんな、まあ100人はくだらんな、塊になって、ここにドアと押し寄せるわけや。あ、そう、小狐くん、こんな狭そうとあかん、掃除して広にせんと100人はおるさかいな。で、お弁当も1つや2つやったら足りひんがな、100個バーンと作ってな、ちゃんと用意しとくねんでな、小狐くん。100個売れまっか。そら売れるやろな、美味しかったらな。100個も売れたらわて、お母さんにもものすごい頭なでなでして褒められますがな。何を言うてんねんな、頭なでなでところやないで、ほっぺにチューチューとかされてな、もうベタベタベタっとこう褒められるやろな。嬉しいよ。嬉しいやろ。ああ、味見しようか。どうぞ。味見してもうて。いやいや、話分かってくれたらそれでね。あ、味見と、どうぞ、味見。あ、そう、ほな、蓋開けさせても、よっこらせと。あらら、こげつねく、話通りに素敵な弁当。そうでしょろ。なに、卵焼き、煮物、煮っころがし、鯛のお頭つき、そして最後に大きな美味しそうなピカピカと光る、おにぎりさん。いやー、うまそうやな。今いただきます。遠慮なく。バック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 。いやー、話通りうまかった。
じゃあ、よう作ったな。大きにありがとうさんでございましゅ。ああ、ほなまあ商売頑張ってください。ほならな。さようなら。チャラン、チャカチャカチャカチャ、おちゃ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 。何かな？いや、あの、お土産にお一つ。そう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 、忘れとった。うっかりしとったな。へえ。ないこと忘れてた。今日は財布が空っぽや。明日買いに来よな、小ぎつねくん。おやすみ。チャラーチャチャタチャタ。何かな。そんなことされたら、わたいお家に帰ってものすごい怒られますがな。いや、悪いことしたな。明日買いに来るさかい。ほんならな、お疲れさん。チャラーチャチャタチャタチャタ。そんなことしたらどない言うて怒られるか。うわほら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 、大きな声で泣きなはんの。なんかわたいが泣かしたみたいな一回な。うわー、ちっちゃい声で泣いても同じやがな。うわーうわー、どどどどどど、えらいことになった。どうなっても、こいつね、こんねえ考えがあるがな。おっちゃんな、この看板持って帰って、森のみんなに宣伝してきてあげよう。ちょっと待ってきゃ、この看板持ってな。よっから、よっからせと、あはは、ほな、これで宣伝してあげるさかいな。明日みんな買いに来るさかいに待ってねで、チャラン、チャカチャカス、チャンチャ、重いな、この看板。チャラン、チャンチャ、チャチャ。おっちゃん、おっちゃんって、看板持ってかれたら困りますがな。おっちゃん、おっ、人間に弁当一つ食べられて、おまけに看板盗まれた。でやー、人間に化かされた。うわあ、よっこらせ。え、ほんまだこれ。よっこらよっこら、どこじゃどこじゃ、ここちょ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 、こっちやな。よっとどっとどっと、よっこらせと。いやー、重い看板やな、もうこれかな。まあ、こんなところへんに立てかけといたらみんな見ていくやろ。これで明日売り上げがちょっとでも伸びりゃいいけどな。きつねべ。えらら。えらいことしたから、酔っ払うていばら道。あっちへふらふら、こっちへふらふらしたら看板が破れ破れになってもだから。いやー。また小狐に見つかったらビューって泣きよんやろな。あららららららら、らら、ちょうど周りには誰もおれへんし、ほな、おっちゃんさよなら。おっちゃん知りまへんで、何にも知らんで。チャランチャカチャカスチャンチャン、知らんで。チャンチャランカチャンチャランチャン、さあ、ええ加減な人間もおったもんで、破れ破れの看板だけここに置いてどっかに行ってしまいました。えらいこっちゃがな。だいたいこれ看板、燃えるゴミか燃えないゴミかがわからんちゅうねんな。え、どないしたらええんやろね、ほんまに。もう困ったこっちゃで。おや、誰か来よった。あららららら、森の人、ご機嫌さん、元気やった？元気やった、よかったね。え、これ何やって？そうやがな、困ってんねんがな。これ月豆団子屋のおっちゃんが置いていきよってんけども、燃えるゴミか燃えないゴミかわからんなー言うて、今ちょっとね、悩んどったの。そうそうそう、なんか書いてあるけどもね、なんやろね、なんや、もう汚なってるからもうこかしたらええんちゃうか言うて。なになに、字を習い出したところ、えらいね、向上心があるってやっちゃな。読んでみたい。いやいや、これ読まれへんやろ。いや、なんとかしたら読んでみたい。あらら、なかなか勉学があり、あれやね、進みますな。あ、ほんなら読んでみようか。キツネ、こかな、ブーって読んだらあかんねん。チャンネイヤーってこう寝かしつけといてからな。これラーやね。キツネが、あそこちょっと破れてるわ。あ、ここなんかちぎれてるし、こうやな。
うーんと、なるほどな。あ、これもちょっとあれですね、破れてるかな、これ。おもし、ひゃ、これもう破れて読まれん。ひゃん、おもし、ひゃん、ひゃんや。え、なんかその辺の字をちょっとあつらえとけ。あんたも無理なことばっかり言うね。あ、ほんなこの辺の字で。よし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 。これやな。よいしょ。こんな字、サラサラサラとこう葉っぱに書いて、これどないですか。おもしろいの。あ、こっちや。おもしろいの。ひゃー、おめ、ひゃー、ひゃーり、ひゃー。これもちょっと破れて読まれへんね。また葉っぱに書いてあつろうとけ。あんたもなんか人のことや思って意外なことばっかり言うね。これやったらこれやな。やだ、これこれ。サラ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 とこう葉っぱにまた書きました。これでどうなん？これどうや？なあ、最初からやんだこれ。キツネがうーんと面白いのやります。キツネさんマーク。これで立派なもんやがな。どないしたん？え、なんや、面白いのやるって書いてあるから森のみんなに知らせてくる。あ、そうか、ほな、行ってらっしゃい。ほな、面白いな。はい、頑張って、行ってらっしゃい。ちょっと待った。君、頑張ってる姿は美しいけれどもね、こんだけぐらいしか進んでいない。もうちょっと落ち着いて走らんと。ね、オリンピック出られへんよ。ね、はい、行けない。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 なんかちょっと違うような気がするけど、だるま森は知りまへんで。知らんよ、知らんで。キツネがうんと面白いのやります。うんと面白いの、キツネはそんな面白いことやりまへんって。もうそれちょっと勘違い。うわー、えらい嘘の看板になってるやないの。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。お母ちゃんに言わなあかんな。お母ちゃん、お母ちゃん、大変大変。お母ちゃん、えらいこっちゃ、看板が。
何がありますいつもと様子がちょっと違う。会いたかった、会いたかった看板看板とうるさき息子よ、看板がどないした、いよいよいよのよ、よくよく見れば偽看板、これをこのまま捨ておけば、由緒正しき狐族の剣に関わる、ここは一番本当にゲニ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 、面白きことやるなりと、あの山この山狐狐集まりで、タタタタタタタと作り上げる狐の面白いこと、決まれば決まれば、タッタタタタタ、たった腰から刀を引き抜き、バッタと落とした、あれに見えるはトト様じゃ、あっちに見えるはカカ様と、目には涙を、おつる涙も拭きもせず、お母はん、お母はん、お母はん、いよ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 、お母はんって、いよいよ、また悪い病気出てはります。いよ、見てみなはれ。お客さん、ぽーっとしてはらます。今ええとこやったのに、お母はんどないしょ、この看板、真っ赤な偽看板。何を言うてんねんな、この息子は。いっぺんこうやって看板出てもたらしゃあないがな。狐の力見せてやりましょう。何すんの、ほんまに面白いことやったらええだけの話ですがな。そんな面白いことできるやろか、このお母はんに任しときなはれ。シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャンシャン、どうせこの世は風任せ、キツネとタヌキのバカ試合、ほれ。シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャン、シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャンシャン。さあ、どうやら狐がほんまに面白いことやるようになりました。私もちょっと責任の一端を感じて、ちょっとお手伝いでございます。さあ、ほんならどんなことが始まるのかな、行ってまいります。よっこらせと、あ、どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょっと、どっこいしょっと、よいしょ。面白そうやな、お祭りやないか。今のサビだけ、今のサビだけ。
ぎのしっぽのまたたびがけもらおうかいな。おおきにおきほなあと焼酎いっぱいとな。よろしよろしよろし。おおうまそやなうまそやな。お姉さんお姉さんこっちこっち。あら面白いこと始まったよ。お姉さんどこ行った。お姉さんお姉さんこっちこっち。お姉さんこっちこっち。面白いこと始まったやないの。いやいや本当だわね。面白そうじゃないの。よいしょ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 。何買おうかしら私。あんた何買うの。面白そうなもんいっぱいあるわね。お兄さんこうてて。真珠のクリームもあるよ。あら真珠のクリームやで。お姉さんこうてて。はいはい。真珠のクリームもあるよ。真珠のクリーム塗った私もっと美しくなっちゃうわ。あんたは無理だ。
なんだもみんなお祭りで楽しそうやしな。もうわたいも遊びに行こう。いやまた今日も飲みすぎても足りねえ。キツネのおもろい祭りやて。おもろかったな。花火や。キツネやとか言うてな。チャランチャカチャカスチャや。タタタタ。誰やもうまたこんなとこに大きな落とし穴掘ってんのは。また悪い。ガキどもが踊ってんねやろ、ほんまにもう。おっちゃんもまあ酔っ払ってるけどな。チャランチャカチャカズチャ。あいだかかかた。痛いな、もう膝もまた打ったかな。もう誰やこんなとこで寝てんのお前。あれだ。これは例の狐弁当やないかいな。ああ、またあの小狐。どっか遊びに行ってもてな。幸い周りには誰もおれへんし、ほな気兼ねなくいただきます。フラッシュマ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 ッシュ、おいしいな。マッシュ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 マシ。あ、なんか結界な音が聞こえてきたぞ。おいてきおいてき、キツネ弁当。おいてきへんぞ、これは全部わたいが食べますから。ラーメン、コーメン、冷やコーメン、餃子にチャーハン、オムライス、いくにちとっても腐らない。コンビニ弁当、この世の娘。なんじゃいな、なんちゅうお経は気持ちの母さん川で屁をこいた。じいさん山に草だった。なんじゃこの決定のお経は気持ちの悪い。お前も飲みすぎちゃうか。お酒やめときなあれ。なんじゃここのも気持ちの悪い。これはほな前は弁当食べといたろ。マシおっさん。誰や、わたいのこと呼ぶのは誰や。おっさん誰や、姿を見せんかい。おっさん、おっさん。あら、なんじゃいな。お月さんになった千鳥狼やないかいな。おっさん、おっさん、何食べてんの。
何を食べてるやて、お前には食べられへんからかわいそうやな。え、おいしいおいしいきつね弁当食べてんねやな。何がおいしいおいしいきつね弁当や。いらんわそんな泥団子。何やて、何が泥団子じゃ。あらら、汚い汚い泥団子やないかいな。うわー、ピッ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 。あ、きつね弁当いっぱい食うたったと思ったら反対にいっぱい食わされました。シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャンシャン、どうしてこの世は数ばかせ、きつねとたぬきのばかし合い。あほんで、シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャン、シャッシャリコシャンシャン、シャッシャリコシャンシャン。今宵もまた月豆団子屋の酔っ払い親父はいっぱい食わされたようでございます。またの機会を楽しみに、皆様どうぞこの夏お元気でお過ごしくださいませ。ありがとうございました。ヘンテコお芝居の後は清らかな生虫さん、はい、お化け出たっけ。お化け出たね、出たね、出た出た、すいませんけど、はい、リハーサルの時と違って、はい、灯籠がスローに回らなかったんですけど、怖かったんですけど、うん、僕も怖かったです。お化け屋敷みたいな。ちゃんと回してね。あれすごい上品に、もっと上品に回るはずなんですよね。ちゃんと回してね。いや、ちゃんと合わせたはずでしょ、だるま森さんは、うん、それが合わないんです。これはこれはスイッチ押しすぎです。いや、そんなことないです。ちょっと見せてあげてください、皆さんちゃんと。ほらね、怖いでしょ、ちょっと。ウィンウィン言って。まあじゃあまた後で、すいません。本当はもうちょっと美しいシーンなんですけども、はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。あ、はい、これぐらいです。はい。じゃあ、ももいさん、僕が一番怖かったです。何かありましたか？はい。はい。なんか外してたんですね。そうですね。はい。ね、3チャンネルです。そうです。失礼いたしました。じゃあ、綺麗な世界で終わりましょう。改めまして、総合工作芸術家だるま森プラスエリコでございます。今日は長田区でだるま森は生まれ育ちまして、ずっと関東にしばらくいたんですけれども、3.11 後にこちらの実家の方に戻ってまいりました。で、5年ぐらい、経ちますけれども、まあ、ちょっとここらで皆様に、全部をお見せしようということで、こちらのアートスペースカオルさんとご縁がありまして、 あちらがオーナーの所カオルさんです。よろしくお願いします。
今回はだるま森還暦大博覧会ということで、すべてお見せしますということで個展をやらせていただきました。今日は暑い中お越しいただき皆様どうぞどうもありがとうございます。こちらのドアを出たところにはあのだるま森が1冊ずつあの家で印刷して製本して背表紙 の, あのタイトルは消しゴムハンコで一つずつ押したようなあの手作りのオリジナル本やそして CD、絵はがきもお持ちしております。よかったらそちらもあの古くてお買い求めくださいませ。漏れなく採用もさせていただきます。終わりましたらあのこの前であの一緒に記念撮影なども OK でございます。それからまだご覧でいない方はあの上の方に作品の一部と申しましても、まあ、結構たくさんあの楽器や絵や、たくさん、お人形とかあと舞台道具などを展示しておりますのでご覧になってください。では、最後に1曲お届けしたいと思います。24弦のハープ、波が流れる音と書いて春音ハープと言います。Thank you.
楽しくお芝居を見たり、お祭りに参加できたり、絵を描くことを楽しんだり、歌ったり踊ったりできて、プラスエリコでお送りいたしました。長井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。